編集が終了したら DV テープに書き出しておきましょう。 DV カメラと iMac DV の接続を確認して DV カメラの電源を入れます。ムービーを取り込む時と同様にビデオモード、再生モードにしておいてください。録画用のテープを DV カメラにセットしたら、ファイルメニューからムービーの書き出しを選んでください。ムービーの書き出しダイアログで書き出し先をカメラに指定します。ムービーを開始するまでに、ムービーが始まる前に黒い画面を表示する秒数を入力します。ここでは20と入力して、ムービーの開始前に20秒間黒画面を出力する設定にしておきましょう。カメラを準備するまでには書き出しボタンをクリックしてから、実際にムービーの再生を開始するまで何秒間待つかを指定します。カメラの録画が始まる前に書き出しが始まってしまうような場合は、この数値を大きくしてください。書き出しボタンをクリックします。DV カメラが録画状態になり、ムービーの書き出しが始まります。設定した通り、最初に20秒黒画面が出力されます。この時 DV カメラにテレビモニターを接続しておけば、録画と同時にテレビモニターで映像を確認することができます。書き出しが終了すると DV カメラが停止します。テープを巻き戻してプレビューを行ってください。